上空より、カールマルクスイコールアレイを、フランクフルト門の双子と方面に望む。建設時期青。1949年から51年、赤。1951年から58年、緑。1959年から64年、木。1950年から54年、カールマルクスイコールアレイは、旧東シベルリン地区にある大通り。アレクサンダー広場より、 フランクフルト門まで約2 5トルほどの長さであり、その後はフランクフルトに方面へ伸びるフランクフルト並木通りに続く。1949年に当初スターリンアレイと解消されたが、スターリン批判の流れを受け1961年に現名称カールマルクスイコールアレイとなった。沿道には1952年から1960年に スターリン様式の建築物が建設された。この建設作業中の1953年6月16日、スターリンイコールアレイの建設作業者が東ドイツ政府のノルマ引き上に反対してストライキを起こし、これが発端となって東ベルリン暴動へと発展した。建設工事の完成後、東ドイツが消滅するまでは、 国家的な行事を行う首都の大通りとしての役割を与えられ、メーデーのパレードや10月7日の建国記念日等に行われる国家人民軍の軍事パレードなどが行われていた。http://www.per.jp:/ n k キ <free> ーワー,ー,ード、ィテール、ワードイコール E3%82% AB%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BD%A5%E3%83%QE%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82% B9%EF%BD%A5%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%BC 長井清彦、南塚信吾、NHK 取材班、社会主義のニーズ世紀第1巻、P64。ありがとうございます。